join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. 腹残しの腹漫画。あら、今日はどんなイメージを込めたんでしょうかね。今日も漫画大好き芸人トランジットの腹残しくんがこれぞという一冊を紹介します。はい、今日紹介する一冊、はい、タイトルこちらです。続く道、花の跡。綺麗なタイトルやね。そうなんですよね。これ、うん、読み切り漫画なんですけども、はい、本当に内容としてはNHK の連続テレビ小説みたいな感じのお話なんですよ、はあ、というのも結構戦後間もない日本がちょっと舞台になってて、このお話では。でコンピューターが生まれる前、計算をする仕事というのがあると、はい、僕もまあそれで初めて知ったんですけど、それが計算手という職業を、なんかこう女性の方が、この計算手という職業について女性の方の物語みたいな感じなんですよ。それを実話を元にした多分作品ですか。なんかまあ多分ここを富士フィルムを、なんていうんですか、モデルにしてるんじゃないかみたいな声も上がってるぐらいの感じで、でも本当にね、内容がね、この訴えかけてくるものがすごいというか、やっぱ僕がね、やっぱ一番響いたのはやっぱこの計算手という方だから、本当に人が計算するんですね、まあ、いろんなものをデータで出さないといけないってなった時に人が計算するから計算手という職業がいて、その中には女性がこういっぱい働いてて、その計算手の計算方法はもう2人で一斉に計算して合ってたらちゃんとしたデータとして出すみたいな、本当そういう仕事なんですよ。っていうので途中からすごい、この主人公の女の子がめちゃくちゃ賢い子で、結構名門の学校を卒業した子で計算手という仕事に就いたんですけども、ある時その教授から呼ばれるんですよ。というのもこのコンピューター、自動で計算できる機械を今開発してるんだみたいな、それ君も手伝ってくれないかと、名門校出身なんだからっていうので。でもその子も研究とかはすごい好きで、じゃあ手伝いますって言って手伝うんですけど、このめっちゃ楽しくね、あ、こここうしたらいけるかもしれないとか、その教授の人と一緒にこう2人でやっていく中でめっちゃ楽しくやってるんですけど、ある時経産省の他の女性社員の方と一緒に喋る機会があって、今こういう機械作ってるんですって目キラキラさせていったら、それって私たちの仕事なくなるってことだよねみたいな話になっていくんですよ。はい、っていうのがやっぱこの今ね、このなんていうんですか、現代の日本においてその AI とかが発達しすぎて仕事がなくなっちゃうんじゃないかみたいな、なんか言われてるじゃないですか。はい、あ、この時代もなんかこういうことあったんだというのをなんか考えさせてくれるというか、そういうね、なんかこの訴えかけてくる漫画だったんで、非常にね、内容として興味深い。あ、その問題って昔からあったんだ。まあでも確かにコンピューターが生まれたらこの仕事なくなるとかは考えるよなという。ただそこで働いてた女性たちがコンピューターができていざどうなってるかみたいなのもちょっと書いてるんですよ。へえ。そう、なんかこの時期のなんていうんですかね、社会を強く生きた女性みたいなお話なんですよね。ああ、とても興味あります。いや、これはね、読み切り漫画で本当64ページぐらいしかないんですけど、なんか僕ね、正直こういうなんていうんですかね、いわゆるこの実話系というか、はい、歴史系の漫画あんま好きじゃないんですよ。なんかあんまりこう自分の得意ジャンルではないというか、うんうん、やっぱSF 系とか、はい、バトル漫画とかそっちの方が好きなんですけど、なんかこれはね、なんか久々になんか物語として非常にいいなという。なんか当時のなんていうんですかね、女性と男性の関係性だったりとか、なんかそういうのも結構描かれてるんですよ、リアルに。そう、なんかこの時の女性ってこうだったんだというのがなんか分かるようなシーンもあるし、なんかこう今じゃ考えられないみたいなのもこの時代には当然あるしみたいな、なんかそれが伝わってくるのがなんかいい話見たなという。なんか本当に満足度が高い読み切り漫画だったんで、ちょっと紹介させてもらいました今回は。これは
どこで読めるんでしょうか。これはまたあれですよ、ジャンププラスでございます。もうほんとね、続く道花の跡って多分サファリで調べてくれるだけでもう普通に見れるんじゃないか、ウェブでもアプリダウンロードしなくても。これはね、いろんな人に読んでほしいし、なんか結構ねそれを読んだ人のコメントとかも僕見てたんですけど、なんか本当そうだなと思ったのは、なんか教育現場、はい、なんかこれがその正直ジャンプって感じがしないんですよ、うんうん、だから教育現場とか、なんか学校とかのなんか教科書になるような、漫画教科書になるような本当にぐらいの素晴らしい話、もう歴史の勉強にもなるし、なんかあすごい、なんていうんですかね、あコンピューターができて便利な反面、なんかこう失っていくのもやっぱ結構あるんだなというのをなんか改めて考えさせられる。その時代だけのお話ではなく、うん、今ともつながってるわけだしね、考えさせられる、そんなお話かもしれませんね、はい、話としてのまとまりがね本当に素晴らしかったですね。なんかいつか本当に連続テレビ小説の題材になるんじゃないかなっていう思うぐらい、そのたくましい女性を描いてるっていうのが俺はもうピンと刺さって、でタイトルですよ、やっぱこう AI をイメージしたタイトル。AI をイメージしていたんですか。そのなんかやっぱ今の日本を表して、このやっぱそういうね多分メッセージ性だと思ったんで俺は、はあ、その AI に仕事って取られちゃうみたいな話がこう今上がってる中で、この漫画を今出してるってことはそういうメッセージだと思って、AI チックに読まさせてた。だからすごいっすよ、もうレベル上がってます俺。だからこの受け取ってその先でタイトル読んでるみたいなことなんで。じゃあ今日のタイトルはこちらでしたを AI っぽく言ってみて。今日のタイトルはこちらでした。ちょっとすみません、今日ね声の調子があんまりよろしくないですよ。AI も随分こう愛らしいというか、今みたいな AI だったら未来は別に何も心配せんでいいなって感じがしますよね。多分ね職業、取って変わられないなっていう感じがしますけど。いや俺もちょっとなんか Siri ってどんなんやったっけとか思い出しながら言ってみたんですけど、なんか意外とうまくいかない。ちょっと喉の調子がね今日悪いんですよ、あんまりよろしくない。まあ一緒だよ、本当いつもと一緒よ。その続く道花の跡は AI でどうぞ。続く道花の跡、いやこれはやっぱり声優能力検定1級空落ちますわね。そらね、全然できてない。ちょっと待って、 AI で読むのってこんな難しかったっけ。ただこの漫画自体は非常に読み応えもありそうですし、うん、そうでしょう。どういう着地点なのかも気になります。そう、気持ちがいい終わり方もしてますよ。やっぱりこの仕事なくなるっていう女性と、それでも研究を続けたい女性っていうのはあるんですよやっぱりね。だから教授葛藤ですよね。そう葛藤だから、その教授も結構言われてたりとかするんですよ。なんかその一緒に研究してる、まあ、教授は素晴らしい、後々開発する素晴らしい人物なんですけど、なんかこうおかしな教授だとか、そんなことできるわけないよとかも言われてる中、こう何年も年月をかけてその作っていく、そういう教授と、まあ、そこでこうこれが便利な反面、これができちゃったら私たちどこで働けばいいの、子供もいるのよみたいな女性たちの女性社会みたいな農家ね、なんかこの64ページでこんなにもボリューミーに描かれているかというぐらいの、本当になんか満足度が非常に高かったんです。はあ、そうですか。はい、だからこれぜひチェックしてみますね。いろんな人に、小学生とかにも読んでほしいなって、はいはい、そうですね。小中学生、だからいろんな方に読んでいただきたいなというお話です。はい。はい、ということで今日僕が紹介したのは続く道花の跡でした。ワッフルーム、今日は腹残しの腹漫画でした。タクジと歩く25分。この番組はリサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なし、8つのなしでお送りしています。私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか。福岡の地名が出てきますよ。ありがとうございます。